君も暑そう。もしかしてこの装いのアルザスを見てこんな昼下がりに逆ダメアルザス考えちゃう。首先触摸位置在右胸。指揮官アルザスはここでも平気だよ。点左耳附近可以摘墨镜，再点一次带回。点戴墨镜的鸠可以玩水上排球。正确点击可以继续游戏 ，miss 则结束游戏。点击位置有两处。点击左胸可以切换姿势。再点一次切回。右边泳装绳可以拉断，进入特殊姿势。点左边泳装绳可以恢复。上下左右可脱衣。以下语音鉴赏。いつも以上に煙が出てる。もしかしなくても。指揮官との船旅が楽しすぎて、ただでさえ機能不全の感情モジュールが完全に無効に。夏の装いのアルザスが可愛いって、指揮官はわざとそんなことを言ったのよね。アルザスに聞きすぎてもう頭がクラクラ。待ちきれない。待って、指揮官、マイクロウェーブ遮断装置が落ちて。助けてくれてありがとう。はあ、水温が急に熱くなったってどういうこと？今は君と二人っきりだけど、アルザスのように制御不安定にならないでね。指揮官と二人っきり、考えてるだけでダメになりそう。なんで水に浸かっているのに熱い。ここでも平気だよ。頭ポンポン。アルザスは別に平気。待って、指揮官のマイクロウェーブ用遮断装置が。ダメ、そんなの照射されたら水の中でも体が熱くなっちゃう。指揮官、君はまだ政務が終わっていない。喋り方が変わった。ええ、感情モジュールの温度がちょっと下がってきたから。政務を完遂したアルザス、
すぐ水の中に戻らないと。はあ、温度が。アルザスが持ったら手紙が濡れちゃうし、それに君の大丈夫？はあ、やっぱり水に浸からないと感情モジュールが安定しない。もう指揮官のことを考えちゃダメ。指揮官、指揮官、はあはあはあ。委託チームが戻ってきた。アルザスは今出れないから出迎えはお願い。一つなるアイリスの聖石、叶えられざる人の夢。星座の守り手たる者は戦艦アルザ。すでに聞いた。構わん。アルザスの挨拶はかっこいいものにして、アルザスの意志に沿うものなり。そんなことより、アルザスの素顔が見たいって。それは感情モジュールが加熱で爆発してしまいそう。